はいはい、このオーバーラッピングっていう言われるグリップ、飛ばす方は結構オーバーラッピングにしてる人が結構多いんですよね、うん、これがいわゆるウィークグリップっていうんですよ。はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは、マイゴルフの刺身です。アボカドもんちゃんです。はい、ということで、今回もやってまいりました。はい、今回は質問コーナーじゃなくて、はい、まあ、ちょっとあの今回ね、初心者向けにちょっと動画を1本作りたいなと思います。はいはい、でここに行っております。で皆さん、今回のこのマイゴルフの、こういうコーナーっていうのは、はい、皆さんの日頃のゴルフに対するお悩みに対して、トーナメントプロの資格を持つ刺身とボンちゃんが、より皆さんのね、はい、悩みに対して実践的な答えを提供していくという、動画になっておりますので、ぜひ皆さんね、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回は、初心者向けの動画なんですけど、はい、で今回ちょっと遠いな、やっぱり。で今回は、はい、まあ、初心者向けの動画なんですけど、まあ、今までこう初心者さんに対する動画ってあんまなかったんじゃないかなって、はいはいはい、前頃、はい、まあ、ほんまに基礎中の基礎、はい、まあ、これをちょっとね固めていきたいなと思って、はい、まあ、初心者の方も楽しんでいただけたらもう幸いなんで、はいはい、はい、だから初心者のための動画なんですけど、今回はグリップです、はい、グリップ、はい、グリップの握り方について。大事やね、はい、僕らがその説明するグリップは1個じゃないですよね、はい、こういう、まあ、俗に言うこういうグリップがあって、皆さんどれを選びたいかは皆さんの自由ですっていう動画になってます。はい、はい、なんで、まあ、まずそのグリップの概要、はい、ちょっと、まあ、フォーカスしていきたいなと思うんですけど、はいはい、僕らは一つに固定しないです、はい、固執しない、はい、まあ、なんでかって言ったら、まあ、グリップって皆さんが目指すスイングに合ったグリップがあるんですよ、はい、皆さんに合ったスイングはどれかっていうところから、どのグリップにしたらいいかって判断してほしいんですよね、はいはい、だからその、まあ、もちろん憧れてる選手のグリップを真似するのはすごいいいことだ、はい、なぜならそのスイングっていうのはそのグリップでしかできないから、はいはい、っていうわけで今回はその、まあ、グリップの特徴を、まあ、このグリップはこうだよっていう特徴を、はい、まあ、僕ら説明させていただくんで、はい、まあ、皆さんその中からね、自分に合ったグリップをぜひ探していってほしいなと思います、はい、ちょっと後ろから見ますね、グリップを。まず後ろから見た時にこれわかるかな、この差、はいはい、このオーバーラッピングっていう言われるグリップで、右手が上にこう来るじゃないですか、まあ、ここまでいいんですけど、このまんま被ったまんま上に乗せる、小指を、右の小指を人差し指の上に乗せる、はい、まあ、これがオーバーラッピングと言われてるグリップなんですね。オーバーラッピングで、逆にこれと、まあ、これと対になって存在しているものがインターロッキングと言われるグリップなんですよね、はいはい、でこの上に乗せてるやつじゃなくて、こう左の人差し指と右の小指をこうクロスっていうか、こうね、はいはい、絡ませる感じのグリップになってます。でこのグリップ何が違うのか皆さん多分気になってると思うんですよ、はいはい、でこれをちょっと解説していただこうかなと思って、はい、本当にこのまずオーバーラッピングからいこうか。まずオーバーラッピングいきますか。はい、オーバーラッピングは一番の特徴は、はい、右手が強くなる。なるほど。って言われるんですよね。はいはい、はいはい、まあでも確かにそうだよね。はい。言われてるけど。僕、あんまりしたことないんで。あ、そっか。まあ、ちょっとやったことあるんですけど。でまあ、それが一番の特徴かな。まあ右手が、こう、使いやすい。はいはい。グリップになってますね。はい、はい。で、自由かな。右手が自由。次に、さっき言った、絡ませるやつ。インターロッキング。インターロッキンググリップか。これは、どっちかって言ったら、こう、一体感が出て、コントロールショット、はあ、あの飛ばす方は結構オーバーラッピングにしてる人が結構多いんですよね、うん、飛距離も出るし、まあ、それもこそ右手が強く入るっていうのがあるのかもしれないです、うん、でこれインターロッキングにすると一体感が出て、なおかつまあちょっとこうグリップもしっかり握れるんで、まあ、コントロールが効きやすくなったり、右手があんまり強く出ない、はい、でまあたまにベースボールの人もいますけど、うんうん、まあ、あんまりいないですね、うん、まあ、基本的にはこの2つ2つよね。でもどちらでもいいんで、自分にしっくりくる方を探してほしいですね、はい、ただ特徴は今言ったのが大体の特徴です、うん、特徴ですね、はい、はい、ありがとうございます。
次はこの、まあもちろんクロスハンドで打つ人なかなかいないんで、はいはい、まあゴルフのグリップは基本こうです。左が上、はい、右が下、はい、ね、こういう感じ、はい、でこの左がミソなんですよね、左手、はいはい、左手がミソで、これが左手が左手の親指がね、この、はい、これエリートって書いてあるの真ん中なんですよね、はい、左の親指がここにまっすぐ来る、はい、グリップ、はい、握り方ね、はい、これがいわゆるウィークグリップっていうんですよ、ね、はいはい、皆さんこのウィークグリップ、はい、とフックグリップ、まあ、ストロンググリップとも言いますけど、はい、フックグリップっていうのがこう、ちょっとこう、はいはい、親指がここじゃなくてこの辺かな、はいはい、こうちょっと上から握る、はい、ウィークは横からに対してフックは上から握るんですよ、はい、こう、はい、で右手はそのまま、はい、スンと、まあ、右手は自然なところでいいです、はい、まあ、横から、はい、まあ、これが一応そのこの2つ、ウィークグリップとフックグリップが一応、ゴルフ界では、はいはいはい、2つの大きなグリップの種類になってます。でこれどう違うんか、はい、説明させていただきたいんですけど、まずウィークグリップ、はい、これどうなるかって言ったら手に力がちょっと入りにくいです、はいはい、手のコントロールがちょっと効きにくいですね。そうですね。その分やっぱり体を使わないとこれ結構打ちにくいですよ、ね、はいはい、体をしっかり使わない。で、あとまあそれが結構利点でもあって、はい、その体こう手を使いにくいから、はい、こう手打ちになりにくい、はいはい、っていうまあメリットがあります。はい、あのまあデメリットかどうかは人それぞれだと思うんですけど、ウィークにしちゃうとこう要はこのアドレスとかスイングとかで狂ったちょっとのズレあるじゃないですか。はい、インパクトの時の、はい、このズレを手とかで補いにくいんですよね。ちょっと、はいはい、こう横から握ってるから力が入りにくいんで。はい、そこがまあ唯一のデメリットかな。はい。まあそんな感じです。はい。ウィークグリップは。で、フックグリップ。まあフック打つ人はこれが多いかなっていうイメージですね。はい、はい。まあでも僕もフェード打つときもフックグリップです。はいはい。で、フックグリップの、まあ、特徴、言うと、まあ、結構しっかり腕とか手に力が入る、はいはい、と思うんですよ。そうですね。だから、その、なんていうかな、やっぱり、その、飛距離を求めたときに、しっかり飛ばせる。はい。その、もちろん体も動かすじゃないですか、スイングって。はい。体を動かして、まあ、最後、こう、体が動いた、このパワーを、最後、手からクラブに伝えていかないといけないですか。はい、はい。こういうときに、クラブ、手に力がしっかり入るから、こう、飛ばせる、飛ばしやすい。はい、はい。クリップになります。はい。まあ、手に力が入りやすい、腕とか。ただ、まあ、さっき言ったように逆に手に力が入りやすいんで、はい、こうちょっと手打ちになりやすいんですよ、はいはい、手打ち、うん、まあ、そこがまあ唯一のデメリットかな、うん、まあ、そんな感じで、まあ、でもそのすぐ決めるもんじゃないじゃないですか、はいはい、練習行ってやってみてって絶対大事やから、はい、そうやってねいろいろ試してもらって、試すと2種類と、まあ、インターとオーバーラップ、そうそう、だから、4通りかな、うん、4通りあるしかない、はい、それ、まあ、皆さんがどういうスイングにするかによって、はい、まあ、これが変わってくるんで、はい、まあ、こうどういう球打ちしたいとか、まあ、そういうのあれば、まあ、コメントしてくれてもいいし、はい、まあ、皆さんがその目指したいスイング、はい、例えばタイガーズのスイング目指すんやったら、はい、タイガーズどうやったっけ、ちょっと膨れるかな、でインターロッキング、はい、だからタイガーはインターロッキング、はい、で、ちょいフックぐらいかな、はい、ちょっと親指がこっちにあるかな、はい、この印がウィーカーに、まあ、そんな感じでいろんな選手のね、はい、こうやつを参考にしてもらってもいいし、まあ、皆さんが目指すスイング、はい、まあ、例えばボーちゃんのスイング目指したんやったら、はい、ボーちゃんと同じように握ってもらったら、はい、絶対その方がいいんで、まあ、皆さん初心者やから、はい、初心者のうちにグリップは固めてた方がいいんですよ、はい、だからそのグリップを間違えた選択しないように、
気をつけていただけたらと思います。そうですね。後から、カートから帰れないです。めちゃめちゃしんどいです。あの、後からグリップがやるのはほんまにしんどいです。慣れてしまうとね、はい、大変なんで。はい。まあ、ぜひ皆さん、この中からね、皆さんの、その、目指すスイングに合ったグリップを、ぜひ、はい、探して決めていただけたらなと思います。というわけで、今回はそんな感じで、はい、グリップの、解説ね、させていただきました、はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。アボ。